そうだこの話すごいなるみさんとしたいなと思ってたんですけど、はい、ツイッター6でもないじゃないですかそうですね最近こう僕の周囲でフォロワーが増えた、はい、減った 1>, ほうほう1万人いった5000人いったみたいな話を結構し、はいはい、見かけることがあってうん、うん、僕が結構そこにモチベーションというかあんまり意識はしてなかったんでんあフォロワー数ってことですかそそうです<ー>それですれ 成美さんは別にツイッターそんなに、まあ、そんなにやんないっすねそうですよねあと、うん、編集の未来は明るいなぜならみたいなこと言わないじゃないですか言わないですね <laughs> なんでですかえ,え興味ないからですねまずね <laughs> ええそれはツイッターにツイッターにもそうですねあんまり使わないですねだらだら見てるだけで、うん、あんま自分から言いたいことはないですね、うん、やっぱりあとフォロワーね たまにわ忘れますよね、自分が何人フォロワーされてるのかとかね、ね増えたり減ったりしてるし、うん、あと見てる限りは、フォロー数の出てくる人たちの方がとても大事というか、そこでね、知ることが結構大事なので、うん、あんま誰にされてるかっていうのは、あんまり意識しないですね、うん、結構、意識されてる方も多いじゃないですかあー。なんか人気の指標みたいに見えなくもないですよね。うん でもまあどっちでもいいような気もするす <laughs> なんか多かったら多かったで。苦労されることも、あるんじゃないかなとか思いますけどね。確かによくね、有名人なんだから発言に気をつけろみたいなこと言われがちな人もいるし。はいはい、そういうのってとても大変だなと思うんで。う,ん、うん。まあでも、多い方がいいっていう人もね、もちろんいますよね。うん、そうですね。だって買う人いるわやだからね。はい。<laughs> 買うのは意味がわかんない。<laughs> <価値> <laughs> そうですね。 うんまあある程度価値はあるんでしょうけどねうん、うん、そうっすね誰かの誕生日プレゼントしたいっすねフォロワー数を多分できるんですよね <laughs> 勝手になんとかじなんだろうインド人とかそう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 多分海外のサイトで買って <laughs>、ね、このアカウントに1万人増やしてみたいな <laughs> ちょっとやってみたいそう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 ゼントにそう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  フォロワー1000人とかのやつがある日俺を一万人1000人になってる結構サプライズですよね <laughs> 多分嫌だろうなと思いますけど <laughs> すっげえ焦るでしょうね焦りますね、うん、あでもそういうの規約違反なのかなやっぱまあ買うのは売買がダメです、ね、ああそうなんですね。誰かにあげてもダメなんですかねじゃあ <laughs> そうですねまあそうっすよね迷惑ですもんねはい規約違反じゃなかったらやっても面白いかもしれないです,そうすよ、ね、もしかあでもあれならできるかも まあ規約違反なのかな友達って一斉にフォローするのは別にできますよねああそうですねなるみさんがちょっとこいつフォローして <laughs> 8月27日に <laughs> <laughs> 考えときます楽しそう成美さん誕生日いつですか <laughs> 内緒ですた <laughs> たくなくななった <laughs>